銀海寺は大韓民国継承北道、栄川市にある仏教寺院。韓国仏教の最大勢力宗派である宗慶宗の第十教区本寺。宗慶宗は白木建徳王の時代の809年に、恵明が海岸寺と創建した時をもって銀海寺の創建としている。海岸寺は今の銀海寺とは違う場所にあった。李氏朝鮮の時代。 大僧による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に、海岸地の名前はなく、廃寺になったようである。清掃による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に、海岸地の名前はなく、引き続き廃寺のままだったようである。銀海寺が現在の場所に初めて建立されたのは、 1546年である。1564年に明馬商人によって、おもだてされた。1589年に、宝永商人によって、重修された。1726年、一種商人とところ行商人によって、重修された。1822年に、雪巨前寺が改修した。日本統治時代の1911年、寺説令施行規則によって、 朝鮮三十本山に指定された。1943年まで、銀海寺は245県、35棟の建物がある大寺院だったが、朝鮮戦争等で消失し、現在は19棟だけが残っている。日川案内。ありがとうございます。